提督リリアデントクラウザー5ゲームストゥーワン。くそ、おじゃ立海の3人の化け物を倒してナンバーワンになるのは。この俺だ。フォーティーラブマッチポイント名古屋聖徳。 Are they really Lasius champs? In my country, even a little kid could beat them, yeah. I suppose that's your last resistance guy. Spurero! Akaya の speed が上がった。 What? Clauser allows a passing shot? Must be lucky one. Man, Clauser's slammed.Is that the same player who was in critical condition? てめえも赤く染めてやるぜ！うわぁ！ゲーム&マッチ！立海大桐原！セブンゲームストゥーファイブ！あんたが明石か？会えて嬉しいぜ。慎太郎、ちょっとそのハサミ借りてもいいかな？何に使うのだよ。髪がちょっと鬱陶しくてね、少し切りたいと思っていたんだ。鏡君。へえ、よく避けたね。今の身のこなしに免じて今回だけは許すよ。ただし次はない。僕が帰れと言ったら帰れ。この世は勝利が全てだ。勝者は全てが肯定され、敗者は全て否定される。僕に逆らう奴は親でも許さない。左で止められた。撃ち下ろしてくるぞ。気を失うな。目を見開け。来るぞ。右が来る。鼻がガラ空きになる。狙ってるのは分かってる。肩腹なんぞくれてやる。腹筋は鍛え上げた。痛みと引き換えにこのボクサーに勝てるのなら本望。血で滑った。意識を断ち切れなかったか。目が生きている。なぜだ、なぜ来ない。人はまたボディだと。仲間のイメージを武器にしているから計算ずくでわざとビーンボールを放るが、奴が投げている球は全て狙いすましたものってことさ。ああ危ない。またも暴投。今度は足元だ。ああ、おいおい南島、いい加減にしろ。ちゃんとボール投げないと。
相手のエースを怪我させることになっちゃうぞ。ひどい、ひどすぎる。やっぱり勝負事っていうのは身を切られるようなリスクをはらんでないとゾクゾクしないよね。どうせ特地には打つ気なんかない。2球ストライクで安心させたところで改めてぶつけろ。ピッチャー第3球投げた。危ない。なんと特地のバットがピッチャー南島を強襲、あわや直撃というところでした。何ですか今の、先のビーンボールの報復ですかね。悪い、手が滑った。はあ、なんと特地、何事もなかったように平然とバットを拾って打席に戻ります。この野郎、ふざけたまねしやがって。とりあえず次の球でカウントを 2-2 にしたら、その次は本気でぶっつけてやる。ピッチャー南芝、第4球投げた。まただ、2球連続だ。特地のピッチャーへのバット飛ばし。悪い、また手が滑っちまった。ああ、場内大ブーイング。特地わざとやったのは明らかです。てめえ何しやがる。何って手が滑っただけだって言ってるじゃねえかよ。2球もあんな怖い球見せられるとビビってバットを握る手に力が入らなくなるのよ。次また怖い球が来たらまた力が抜けてバットは飛んじゃうんだろうな。こいつまだ寝てやがれ。もらった。おい、汚いやり方は嫌いだ。正々堂々と戦え。やろう、いがぐり潰す。やめ。やばい、こんなとこで終わりたくない。